こんにちは、ゼキザップです。今回なんですけど、群馬県のみどり市にある渡良瀬渓谷鉄道の無人駅、国指定の登録有形文化財になっている上神梅駅ですね、そちらから近くにある貴船神社っていう神社に行こうと思います。こちらの貴船神社なんですけど、群馬では有名で、初詣の時ですかね、その時に一番参拝客が訪れる神社でもありますが、正直私30年群馬にいますが、貴船神社知ったのは実は1ヶ月前ぐらいなんですよね。全然そういうの興味がなくって全く知らなかったです。そもそも初詣自体あんまり行きたいと思うタイプじゃないので、本当に正月の三が日とか引きこもってばっかりなので全然興味なかったんですけど、せっかく興味ね、こう渡良瀬渓谷鉄道沿い走ってて近くまで来てるんで、貴船神社見ていきたいと思います。で、貴船神社なんですけど、京都の貴船神社、そちらの分社として建てられた神社らしいです。交通安全とか開運とかの守り神として信仰を集めている神社みたいですけど、昔は、雨乞いとか、そういった水関係ですかね、不作の時にこう祈ったらどうこうっていうあれでしょうね。昔はそういった感じで祀られてたと思います。で、実はこの前回の動画ですね、上神梅駅行くのに間違ってここ直進してしまって、正直貴船神社先に着いちゃったって感じで、もう見てはいるんですけど、こちらまっすぐ行けば貴船神社です。つまり上神梅駅から、2、3分ぐらいで着ける近い距離にあるんで、ぜひ近くをお越しの際は、こちらの貴船神社の方も寄ってみてください。駐車場も止まってないですね。初詣の時以外であれば、このように、今日は天気が悪いっていうのもあるかもしれないんですけど、非常に空いてるので、いいんじゃないですかね、初詣以外であれば。だいぶ雰囲気いいですね。意外と蜘蛛の巣が見えないですけどありますね。竜の口から水が出てますね。結構石段がありますね。だいぶ綺麗な神社ですね。赤色がコントラストがいいですね。天狗が有名なのかな。はい、だいぶ雰囲気のいい神社でしたね。この後、今回のツーリングのメインは草木ダムに行こうとなんですよね、実は。なので、このまま草木ダムの方に行きたいと思います。ちょっとワンツーツー沿いではなくて、こちらのルート貴船神社から行こうと思うんですけど、結構うっそうとしてますね。霧がかってというか、なんか急に空気が変わりましたね。もやみたいなのがかかったんで、なんかちょっとまずい雰囲気がありますね。こちらのルートから草木ダムの方に行こうと思います。そんなに車通らなそうなルートだと思うんですけど、やばそうだな。はい、やばいですね。ちょっと長期になるかもしれないです。県道っていうんですかね、国道っていうんですかね、ちょっとまずい雰囲気しますね。このね、ちょっと険しい道というか細い道については、草木ダム行くまでの方はまた別の動画にまとめていきます。そちらの方もぜひ興味がある方はね、また次の動画楽しみにしてもらえればいいかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。